恋する簡単クッキング。郡山の特産品恋を使ってご家庭でも簡単に作っていただけるオリジナルメニューをご紹介します。調理の指導は郡山市地域おこし協力隊菅井恵美さんです。菅井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。美味しくて栄養満点の恋料理をご紹介します。今回はどんなメニューですか？はい、豚肉を使えば酢豚ですが、豚肉の代わりに鯉を使ったスゴイをご紹介します。名前の通りすごい美味しい料理です。それはすごい食べてみたいですそれでは材料のご紹介です。材料です。鯉の切り身 50g を4切れ、その他の材料はこちらです。菅井さん、鯉の切り身はどこで買うことができるんですか？はい、鯉の生産者さんから入手することが可能です。ではもう切り身の状態で売っていただけるんでしょうか？そうなんです。おろす手間がないのはいいですね。はい、それでは早速調理をお願いします。それではまずはじめに野菜の方を切っていきます。人参は乱切りにしていきます。このぐらいの一口サイズにしてください。続いて玉ねぎはくし切りにしていきます。続いてピーマンです。ピーマンは半分に切って種を取り除いていきます。そして乱切りにしていきます。そしてタケノコは一口大に切っていきます。少し穂先の方を残したいので、穂先の方はくし切りにしていきたいと思います。こんな感じですね。それでは続いて鯉の方を切っていきます。鯉は横に半分にして、さらに6等分にしていきます。鯉なんですけれども、これ切れ目が入っているので、揚げた時にふわっと広がってとってもボリューミーに仕上がります。そして鯉を切りましたら下味をつけていきます。お酒をふるいます。そしてある程度お酒が染みましたら、ペーパーの方で拭き取っていきます。お塩と胡椒を振っていきます。下処理はこれで終了です。それではまずはじめに野菜から揚げていきたいと思います。野菜も人参から揚げていってください。160度の温度で素揚げにしていきます。人参も油で加熱することで栄養価高く吸収することができます。また人参や玉ねぎは郡山ブランド野菜の御前人参や万吉丼などを使うと、より郡山のすごいができますので、ぜひお試しください。続いてタケノコも入れていきます。硬いものから順に入れていってください。そして最後に玉ねぎとピーマンを揚げていきます。ピーマンは揚げることでより緑が鮮やかになります。では野菜の方を揚げていきます。
それでは鯉の方ですが、片栗粉をまんべんなくまぶしていきます。この切れ目のところまでしっかりとまぶしてください。片栗粉で揚げることでさっくりとした仕上がりになります。それでは鯉の方も揚げていきたいと思います。180度の温度で揚げていきます。鯉の方もこんがりと揚がりました。きれいに鯉も広がっています。それでは合わせ調味料の方を合わせていきます。まずは黒酢、砂糖、鶏ガラスープの素です。片栗粉、そして醤油、酒、最後に水です。これらをあらかじめ混ぜ合わせておきます。そしてフライパンの方に入れて加熱していきます。とろみがついてきましたら、先ほど素揚げした野菜と鯉を入れていきます。そして合わせ調味料と合わせていきます。この酢の香りも食欲そそりますよね。それでは盛り付けていきます。とてもお酢のいい香りがしています。色味もとっても華やかです。それでは酢豚ならぬ酢ごいが完成しました。鯉には一価不飽和脂肪酸が豊富に含まれています。血液中の悪玉コレステロールを低下させる効果の期待ができるんですね。中高年の方にはぜひ召し上がっていただきたい料理となっています。また、すごいはとてもすごい美味しいです。ぜひご家庭でもお試しください。本当に美味しくって栄養満点の鯉料理。ご自宅でもぜひ作ってみてください。私も鯉に恋しちゃった。